あら、綾瀬さん、止まっちゃいましたね。はい。そんな時は食べ始めたら止まらない、幸せずっと止まらない、幸せが幸せが止まらない、幸せが幸せが止まらない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 から幸せだ、そういうこと、幸せが止まらない、ジャイアントコーン、グリコ、ジャイアントコーン、幸せが止まらない秘密、その1、チョコとナッツのザクザクザクと歯ごたえで勢いついちゃうから止まらない、その2、アイスとチョコからアイスとコーンへの変化でさらに勢いついて止まらない、その3、最後のチョコたまりが楽しみすぎて幸せが幸せが止まらない、止まらないから幸せだ、そういうこと、幸せが止まらない、ジャイアントコーン、今聞いて、そんなに17年もやってるんだってすごい驚きました。なんか今回はいつもとちょっと違って、あのなんかラップ調みたいな、そのメロディーに合わせてこう楽しいをこうダンスで踊りながらこう表現するっていう CM だったので、とても楽しかったです。ラップはちょっとノリノリだったらもうちょっと普通な感じでって感じでした。ダンスはまあなんか、ダンスは割と踊ってるっていうよりもなんか乗ってるっていうか、音楽に乗って楽しくしてるっていう感じですかね。でも美味しいっていう方がこう割と表現してくださいみたいな方が多かったと思います。あの友達とこの間お家でご飯食べて、夏メロ特集みたいなのをずっと聞いてて、歌いながらすごいダンスして楽しかったんです。イエーイみたいな、こういう感じ家の中でやってました。あ、私はあの誕生日がいつも春休みで、なので家でいつも家族、お母さんがケーキを焼いてくれて、で友達が来て宿題に追われるっていう感じでした。仲のいい人たちと笑い合いたいです。そうですね、ちょっとあの一時期筋トレを過ごしたけどちょっとサボってる時期があって、最近また体を動かすっていうのはやっぱり楽しいなって思い出してきて、あの運動したりしてます。家で腹筋したりウォーキングしたりしてます。腹筋100回ぐらい。桜は見たいですね。桜がもりもりのところ、春はお花見とかして、はい、なんかやっぱ自然が多いところとか空気がきれいなところとか川がきれいなところとか、そういうところに行きたいです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、素晴らしいです。 OK、 はい、この方 OK、 ありがとうございます。止まらないから幸せだ、そういうこと、幸せが止まらない、ジャイアントコーン、そういうことって言っちゃったよ。そういうこと、幸せが止まらない、ジャイアントコーン。はい、ダメです。じゃあこのカット OK です。とはいえ同じ人だと呼びでもやるんですね。あ、はい、はい、よーい、はい、スタート。じ
い、あやさん自分で作戦を作戦を、はい、記事をただ食べるときにやっぱ正面見ちゃう。ありがとうございます、行ってきます。はい、はい、ガット、はい、ガット、美味しそう、美味しそう。ケイン、ありがとうございます。はい、よーい、はい。はい。やった。さすがです。ありがとうございます。よーい、はい。やった。ほら、やった。すごい。今のテクニカルな動き。完璧です。で、これハイスピードです。えぇ、ー、お願いします。えぇ、ー、リアクションよーい、はい、上手。まっすぐいった。嬉しい。歌取りなんですけど、踊ってるあのテンションでやりたくって、今走ってきた、疲れちゃった。止まらないから使用する。はい、歌い方って監督今のでいいんでしょうか。真顔で聞く。たまらないから幸せだ。よかった、はい、オッケー、はい、オッケー、はい、この格好